Hey, hello again. ね、僕の一押しの人はこの人。女です。渥美君やと思ってた。渥美くんかと思ったけど、女です。渥別美ちゃんだった。に女でもできるやつはそれでいいと思ってるのが僕の考えなんで、この人が一番いいね。まずこの人、立山の人じゃなくて、全然別のところの人で、京都大学卒なんで、結構わかってると思うんだよね。で、悪い方の人、僕的に敵と思ってるのがこの人。かなまる。花丸。現在の市長で、とにかく、現状を変えませんって書いてる。簡単に。現状変えない。でも変えない方のが受かりやすいんだよね。そう。このままっていうふうに言ってるんですね。それから、もう一方が、僕は泡沫候補だと思ってるのがこの人。森正一、普通だな、名前。で、ポイントはここです。老人のための政策をやります。ほう。っていうふうに書いてる。だからさらに悪い。悪い。今よりも、さらに老人向けの政策をします。ということは若者がどんどん来ないように。ダメじゃん。だから子供手当を廃止して、老人手当をたくさんするっていうのが森正一。へえ。そう。子育て世代をぶっ潰せって感じです。それが若い人らをどうこうじゃないんだね。違いますね。それから比べると、室渥美は、一番まともですね。現地のものを生かそうとか、これかなりやんわりと書いてるけど、要は、これから改革していこう。っていうふうに言ってて。僕は提言書をこの室さんに送ってて、で、おおむね私も賛成ですって言ってもらってるんで、やってくれる可能性はある。で、室渥美さんのスローガンは新しい風。やりたいを叶えたい、新しい風。だから、ここで僕が30億円規模の、企業を立山で作ればかなりいけるかな。あとは、あれだね、政党がね、金丸、こっちの方が自民公明の推薦なんだよね。それに結構惹かれる人がいると思うんで、将来的には維新の推薦が欲しい、民主党の国民民主とか立憲民主の推薦では弱いので、維新の推薦が欲しいけど、まだまだなのかなっていう感じかな。次回だったらいいかもしれない。だから実績を作っていかないと。そう。この方女性だけど、あれだよ。なんか、結構いい感じです。ガッチーの話を聞いてるといい感じに聞こえる。やっぱその人がいいって思ってるからね。そうだよ。で、老人目線で言うと、断然森正一です。断然森正一です。だから、老人のために、いろいろやっていきたいっていう。そういうことだよね。そういうことで。そういうことなんだけど、歳は僕とあんま変わんないんだよ。55歳だよ。55歳、一番若いのに、一番若いのに老人目線ななんだろう。の。で、金丸さんは70過ぎてるんで、老人目線なのはどっちかと当たり前なんですよ。
74歳。うん。で、ムロさんが、でも結構これなんだよね、57歳。ムロさんで、最近年寄りに見えないけどね。そうそうそう、見た感じ40代に見えるよ。うん、なんかめっちゃ若そうに見えた。写真はね、まだ50歳ぐらいに見えるんだけど、ちょっとスーツ着て、出陣式の時にちょっとおめかししてると、45ぐらいに見える。いや、もちろん、それはスタイリストがついてるから、そうなるんだけど、そんなこと見えない。なので、この室さんがもし当選してくれたら、結構新しい風を本当に感じるし、僕が30億円企業、何もアイデアはないけど、ここでなんかできることがあれば、すごいだろうな、とは思う。そうだね。どうかなと思ってるところです。説明が上手だよね。なんん？か、うちの地域じゃないのに、ちょっと当選結果気になる。誰とってさ。そうでしょ。選挙はね、本当はめちゃくちゃ面白いんですよ。で、残念ながら、あまり面白くない理由は二つ、三つぐらいあるのかな。一つは、教育していないっていうことなんですね。選挙はつまんないよっていう教育を、小中高って633ってやってきてるから、もうすごく選挙に行かないような風潮ができちゃって、非常にまずいです。学校の社会科で、地理と歴史はほとんど覚えてるけど、公民の授業ってあんまなかったと思わないですか？何の授業？選挙の授業。選挙の授業なんて聞いたことあったかしらっていう。そうだよね。忘なんれで、てる。それが、左翼系の策略です。選挙に行かせないようにするわけ。だから、歴史の授業ばっかりやって、で、その時地理の授業やって、公民の授業やらないんですね。実は逆なんですよ。社会科で一番やらなきゃいけないのは公民の授業で、地理と歴史も教え方がすごく間違っていて、役に立たないことばっかり教えるんです。役に立たないことばっか。だって、地理の勉強で役に立ったことなんかありますか？だって、世界の国言えないじゃん。この名産覚えてないよね。観光地も覚え覚えてない。てない。ね、そこですよ。だから、ろくでもないことばっかり、工業生産とか覚えたかもしれないんだけど、何の役にも立ってない。役に立つ、地理とか歴史、役に立つ、公民っていうのを勉強しなきゃいけない。で、そういうのを、やっていきたいなとは思います。自分のやってる今の DSE の中ではやっていくんなるほど。です。塾の中でやってる授業ね。そのことは役に立つことを主にやっていこうというふうに思そっちのがいいね。絶対いいですよ。役に立たいいよ。ない。役に立たなさそうに見えて役に立つのも一応あるにはあるんですけど、数学がそうなんですけど、それ以外はどうかなって感じでね。で、数学もいらない人にはいらないから。数学いらない人にはいらない。はい、いらないですね。算数だけで十分。でも確かに算数で十分ですよね。一応あれかな、リットルとかデシリットルは知ってる方、知ってるべきでしょ。だって、牛乳1リットルいくらとかっていうの、1リットルが分からなかったら買えないじゃん。ガソ本当リンに。何リッター入れますか？リッターって何ですか？じゃ困るじゃん。だから、間資違い料ない。の算数は、すごく重要だと思います。国語もそうだ。
中学校以上の数学ってほとんどの人いらないんじゃないかな。確かに言われたらそうだ。で、中学校の数学が必要な人はごく一部10%くらいかな。で、高校以上の数学が本当にいる人って多分1%か2%だと思うよ。だって授業でどうやって教えたらいいんだよね。あ、絶対いるよ、生きていくでって。だって高校数学、微分とか積分とかやったけどさ、あれが実生活に役立ってるなと思ってる人どんだけいると思う？すごく少ないと思う。めっちゃ少ないの。多分ね、多分ですけど、1%ぐらいだと思う。だからその、僕みたいな、その、塾をやってる人とか、先生をやってる人は、まあ、間違いなく役に立つ。で、先生以外で言うと、その、専門家だよね。なんで、先生と専門家を除いたら、あとみんないらない。ねえ、確かに。全くいらないです。ならないね。で、そんな余計な時間があるんだったら、その時間を全部学校休みにして、で、遊んでやり。その方が子供たち幸せでしょう。幸で、せだ先生ね。も、あれも、あれもなくなるし、過労死もなくなるし。ああ、なくなるね。本当そう思うよ。そうなってると思うよ。30億円の会社か、なんか考えなきゃいけないな。全然思いつかねえや。思いついたとしても、なんかそこに行くまで大変だよね。なんかドーンって。やっぱりあれかな？ダイエットのシリーズかな？ダイエットね。ダイエットで大きな会社を作るのが一番いい。ああ、ダイエットとかだったら楽しそう。だから自分にもなんか良さそうだから楽しそうだよね、やってても。めっちゃ楽しいし、で、思うだけダイエットのパターンだったら、他に真似できない。自分が競争する。だから宗教ビジネスに近いんだよね。宗教ビジネスに近いの？だって同じことを他の人できないから。そのノウハウは今のところ僕しかないので、で、沼ダイエットみたいなやつだったら、あれ、他の人が真似できるんだよ、すぐに。できるね。だけど、思うだけダイエットの根幹っていうのは、僕の心の中にしかないから、他の人真似できない。相性がないもんね。だから、真似しようと思ったら、そのクローン人間でも作らないと真似できない。それ以外は真似できないので、調査様的な立場に立つことができたら、30億円は十分可能。なるほどな、真似ができないダイエットか。そう、ダイエットの、いわゆるその、ブートキャンプ的なやつ、をやりたい。でも、その歌詞言ってる、確かに本当にそれを実現したら、宗教みたいって言われそうだね。そうだね。宗教にはならないんですけど、宗教的なやり方っていうのはビジネス手法として非常に最高なんです。アップルが今、アップル宗教ってアップル宗アップ教ル宗ね。教ですよ。あれ、iPhone とかが大体そうなんだけど、10万円のものを、10万円の価値のものを20万円で売ってますから。すごいよね。そ明れらでかもに売れるもんね。違う金額で、売って、しかもそれを喜んで買ってる。そう、iPhone なんだよーっつってね。ブランで、ドバッグ持ってる感覚で。そう、ブランドバッグと同じです。だから、価値は確かに高いんだよ。価値は高いんだけど、同じ価値のものを別のブランドだったら半額で手に入るんです。だからそういうふうな感じで、価値のダイエットスクールみたいな、スクールっていうかその、
思うだけダイエット信者みたいなのができてしまえば、うん。思うわけできるんだよね。うん。そうそう。これはやりたい。そう。あとやりたいのは、そうだね。それの関連だったらいろいろできるかなと思う。あと僕、自分が、もしちゃんと痩せられたらやりたいことがあって、初老のモデルになりたい。初老モデル。60歳のモデル。うまく痩せられたらできるかなと思う。いや、だから、あいでよ。これから、だんだん高齢化し進んでいくから、ファッションモデルが20代、30代じゃなくて、50代、60代のモデルも、これからできるんじゃないかなと思う。ああ、確かに言えてる、それ。だから僕が今着たい服って50代の服なんですよ。で、モデルさんが、神田正輝みたいなやつがモデルやってもダメなんですよ。イケメンが、20代のイケメンがやってもダメなんですよ。50代のおっさんじゃないと。50代、60代のかっこいいおっさんのモデルが欲しいわけです。で、それになれたらいいなって今ちょっと画策してます。そうなってくるとさ、芸能人に使われそうじゃない？使われる。絶対使われる。で、そこで僕がダイエットで成功したっていうふうに有名になれば、それでモデルになれるよね。抱き合わせで。それと絡められたらいいよ。と、絡められたら最高だねって今思ソロモデル。60歳。今55歳だよ。やっぱり老人って言ったら60でしょ。50代で老人ってのは言えないよね。だって、うちの職場でさ、60の人でも、まだ私60なのにさって言ってる人いるから、まだってね。ああ、そうなんだ。そう、だって若い、確かにその人見た目ね、すごい綺麗なの。それは素晴らしい。だから、確かに、こうやって、なんかその若聞い作たりら。の方がなくて、年相応の初老モデルとして、60歳の着こなしみたいな。こういう、これからの60歳は、こういう60代だよ、こういう70代だよっていうのを、提案していきたい。で、60から70代って、これからは、70歳か。60歳、70歳は、これからは、まだ現役かなっていうふうに僕は思う。現役だと思うよ。で、これからの定年は多分80。定年が80？定年。あ、でもありえるよね。100人時代だもんね、今。これからは引退、いわゆるハードな仕事を定年、引退するとしたら80歳。で、ちょうど、だってじゃないとさ、そうですね。ね、お金ないもんね。なくなっちゃうもんね。80ぐらいで、定年か75か80じゃないかな。そうそう、60、70って、まだまだ、結構かっこいい服、まあ女の子だったら可愛い服を着て、外で出てもいいんじゃないかな、と思います。なんか、今の、本当に僕も最近になって、ダイエットしてからなんだけど、服をよく見るようになったんですね。そしたら、それね、ダサいおっさんの服しかないんですよ。ほんと見てみ？もうないから。露骨にない。30代まではまだあるの。ほんとないです。いいことだ。そう。だから、ソロモデルになって、ダイエットもやって、そういうのができたらいいかな。で、それは定年ね。もちろん、これが50年とか100年進んだ後は、100歳が定年かもしれない。
我々が生きてる間だったら、多分80が定年で人生100年時代って言って、残り20年をまあ年金もらいましょう的な感じでいいんじゃないかなと思うんです。え、じゃあ、カッシーの予想ではまだ人間の寿命は伸びるって感じ？伸びると思います。120まで伸びると思います。ああ、なんか言われてるね。124歳って言われてるもんね。これ根拠は聖書。聖書え？には、人間120年って感じ。ああ。なので、アダムとエバが堕落した後でも、人間はだいたい120ぐらいまで生きますって。もちろん例外的に長生きした人はもちろん言いますけど、そういう例外を除けばだいたい120歳ぐらい。だから、そうなると100歳で定年だろうね。そうなると100だと思う。だけど、今はまだそんなとこまで行ってないので、80かな。っていうことだね。いつもそうなんだけど、マサイさんの話してると夢が本当に膨らんでいいね。え、嬉しい。私と俺って夢が膨らむなんて。いや、膨らむよ。膨らむ。だって、マサイさん明るいし、前向きだし、ついでに言うと美人だし、だから、なんかだんだんね、前向きになってくる。話してるうちに。めっちゃ褒められた。めっちゃ褒めてる。めっちゃ嬉しい。もう本当に前向きになるよ。あ、もともと僕自身が前向きじゃなかったらダメなんですけど、前向きに2人くっつくと、どんどん前向きになる。確かにね。それはあで、る。前向き1人だけだったら、1人の力って大したことない。2人くっつくと、どんどん前向きになる。これ逆もそうなんですよ。自殺願望のある人が2人3人集まったら、その自殺願望がさらに強くなっちゃうんだよ。うつの人らが集まってもそうだよね。そう。そうなんだよ。だから、プラス方面で、スパイラルできてるんで、すごくいい考え方。30億ね、30億を60歳までに稼げたらすごいな。会社立ち上げるのね、私も憧れるここがいいよね。な。30億。利益が30億ね。年商じゃないよ。利益だよ。年私、商年商のが年商上かはと思っ20たけ億ど。以上。この会社ができたらいいね。ねえ。いや、本当に前向きになって元気になってすごく嬉しいわ。よかった。もう、めっちゃ楽しみです。この1時間がすごい楽しうれしい。みです。めっちゃ楽しみです。ことだ。楽しいっていうのは最強ですよね。もう楽しいは最強ですよ。その逆のストレスが最悪ですよ。え？ストレスがその反対。ああ。そうですね。だから、これもなんとか、したいね。発散的な会社ってあんまないよね。運動したらまあ発散になるよとはなってるけど、ストレスだけを目的とした、なんていうの？そういうのが企業できってたあらいいんまね。り見たことない。それをするんなら、マサイさん広告塔になったらできるかも。広告塔なんの？魅力追加。そんな。ストレスって難しいよね。範囲広すぎるし。そうなんだよ。だから、そのためにも、なんか、思うだけダイエットで一発当てれば、思うだけダイエットの中にはですね、これが NG だよっていうのがストレスっていう項目があるんですけど、ストレスを溜め込むとダイエットは失敗するよっていうそんな項目があるんですけど、それの、じゃあ、ある人はこっち行ってくださいみたいな誘導ができる。
確かに。もうずっと今本書いてるんで、その項目もあるんですけど、そういう状況です。なるほどね。なるほどね。で、そうなって、マサイさんが一個の会社の社長になってくれてる。わあ、もう私、雇われ社長だ、雇われ社長。そうそう、雇われ社長。雇われ社長やったら、なんか、うまいことやれる気がする。うん。雇われ社長なんで、多分最初の年収は2000万ぐらいで低いと思うけど。うん。いや、でも2000万あるだけでも、そんな最初のスタートでそんなにあったら、だいぶありがたい。だいぶありがたいと思うんですよ。うん。こうなったらすごいと思う。あ、それも一つの、信者ビジネスになればいい。うん、もう本当に何かはね、したいなって思うけど、言いたいよ。めちゃくちゃ言いたい。なかなかね、今の時代はね、停滞は沈没と同じですからね。携帯は沈没？停滞は沈没。うん。あ、携帯は沈黙？英語ではこう書きます。チーズ、チーズ。チーズって、です。優しい英語で言うとストップ。も吹いちゃったら沈むだけ。う。もうん。う。この何かしら動きつけとらないと思ってな。うん。やめちゃったら沈むだけです。もう。うん。で、映るかな？映るかな？映っ try てるのかが、a and go。try っていうのは大きく一歩を踏み出すことを try って言うんですけど、それでやっとその場に立ち止まって前に進むことができる。うん。私の頭の中ではこういう風な英語になっている。Please equals think smile makes plan。私は止まってる、動いてるかな？ それを聞いて、自分に置き換えて聞いちゃう。私動けてるかなって。動いてると思います。体は確かに動いてる十け分ど。体は動いてると思います。あとは、人生的に、未来のことが見えてるかどうかです。ああ、本当ね、こうやって歌詞と喋ったりとか、そういうなんか、アムネのグループの人たちも、やっぱ未来を見てる人が多いから、そういうところで刺激を受けて、なんか見るようにはなんかなってる気はするけど、いいと思うよ。うん、それがなかったら、あまり未来は見れてないな、子供がこんなふうに成長したらどうだろうとか、そんな感じだもんな。だから、この1時間がすごく貴重だっていうことですよね。うん、貴重、本当に貴重。あとは遠い未来じゃなくて近い未来だったら闇の熊さんでいいよ。ねえ、もう闇熊さんも不安に駆られる。だから闇の熊さんは近い未来の、暗い方の側面だけをピックアップしてると思って。逆もあるからね。なので、これから沖縄が中国に捕らえてしまって、北海道も危ないっていう状況になれば、まあ、沖縄は諦めたとして、その段階で総理大臣が変わると思うんですよ。沖縄が取られた後、総理大臣が変わって、そして、右寄りの政党が出てきて、そして北海道を是が非でも守ると。ああ、おかしい、ダメだ、52分になっちゃった。OK、じゃあ、今日はここまでで。また来週、またこのぐらいの時間、はい。来知週る。また木金でこの時間に一応用意します。はい、ありがとうございます。はい。お迎えに行ってきます。はい、じゃあね。バイバイ。